BKB だけで鶴の恩返し。バリ昔々あるところに心優しいベージュくらいの老夫婦がおりました。ばあさんじゃない方が凍えそうな冬のある日に罠でもがいているバードを見つけました。バードが罠にいたかろういたかろう。かわいそうに思ったばあさんじゃない方は逃がしてやりました。 晩になると、降雪が膨大になっていました。ピュー。こりゃ、すごい吹雪じゃーなー。ピュー。ばあさんじゃない方が、今日の出来事をばあさんに話していると、ピュー。コンコンコン。ばあさんや、誰か来たようじゃーのー。ボロい扉を開けると、こんな吹雪に、 べっぴんな女が立っていました。びっくりしたの。どうしたんじゃ。くそ寒いので止めてくださいまし。別にいいぞよ。べっぴんな女はその日から、家事、晩飯作り、片付け、ボディマッサージなど、ばあさんたちにとにかく尽くし、家族になろうと言わしめ、貧乏ながら幸せに過ごしていました。某日に女は言いました。 絹的なのおりますので、絶対覗かないでください。別にいいぞよ。バッタン、キゴ、バタトン、キー、バタン、クル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 クバタン、クシャクシャ、バタン、キゴキュ、バタトン。ブブーン綺麗な布が爆弾しました。ばあさんは、ある日不思議に思いました。絹的なやつ、どうやって作っとるんじゃバカな好奇心ババあが、襖を開けてしまいました。びっくりです。 絹的なものは、バードが自分の羽を引き抜いて折っているのではありませんかわ、バード気づいてしまったのですね。あの時の、鶴です。バードじゃったのか。バレたからにはここにはいりません。バイバーイ。バードは急に飛び立ち、バーさんたちはその後、絹的なものを売買して、金持ちになったとさ。